こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、ラクマ匿名発送サービススタート、その内容とはというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、ラクマで匿名発送がスタートする情報をですね、得ましたので、作成しました。それでは、ラクマの匿名発送方法ですね、 説明させていただきます。はい。えー、こちらですね。えー、2019年の1月15日からスタートとなります。で、簡単ラグンパックの日本郵便ですね。のみの利用となります。はい。で、あのー、詳細ですけど、まあ、全国一律ですね。配送状況が確認ができます。 コンビニからも発送可能ですね。OK です。で、まあ、もしもの時の保証ですね。保証がついて安心してください。で、当てなきゃも,もちろん不要ですね。で、えっ、ー、とですね、これすべての簡単楽ンパックですね。こちらでご利用ができます。はい。で、あの、注意点ですね。注意点あるんですけど、匿名発送できるのは簡単楽ンパックの日本郵便、ここだけですね。こちらだけ。日本郵便だけになりますので、あの、 ヤマトですね。コロナコヤマト、こちらはですね、利用できません。なので、日本郵便のみの利用になりますので、この点にね、ぜひ注意してください。よろしくお願いします。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル。10万円稼げるマリヒマニュアル、プレゼントします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載します。ぜひ楽しみにしてください。登録した際に、ニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。 本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。